皆さんこんばんは。今週も始まりました、森下仁丹プレゼンツバイオレディオでございます。はい、さあ千谷ちゃん、はい、千谷ちゃんはですね、表になると思うんです、はい、めちゃくちゃ。いえいえ、そんなことない、もう男子が寄ってくると思うんですけども、全然です。男性を 見る時の、なんか決めてることとか見分け方、自分の中であります？こういう人は嫌やとか、こういう人を選ぶようにしてるとか。自慢話ばっかりする人はちょっと嫌だな、つまんないなと思う。自分の自慢話ばっかりする人はダメ。あんまり、めんどくさくなっちゃう。喋っててめんどくさくなっちゃう。なるほど。すごいとかずっと言ってないといけないんです。ああ、まあそんなもうめんどくさいと。めんどくさいなって思っちゃう。じゃあ僕は絶対に自慢話はしないようにしますね。いやちょっとね、今日来てくれてるお客様がね、ゲストの方ですけども、面白いタイトルの本ばっかり出されてるなと思って僕、見てたんですけども、ちょっと紹介していただいてよろしいですか、それではゲストの方。では今日お越しいただいたゲストの方をご紹介します。作家の柘植いつかさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。いつかさんとお呼びしてよろしいでしょうか。下の名前で、はい、ということで、いつかさんですけども、たくさんね、本を出されているんですけど、主にどういったものを出版されてるんでしょうか。辛口の、都会派恋愛エッセイと、あとは非常なビジネス本のようなちょっと元気すぎるちょっと危ない感じのものもあります。なるほど。いやなんかめちゃくちゃいろんな、ね、タイトルのあれがあるんですけども、いつかさんは前いつかという名前でやられてたんですよね。で2003年から、2010年までは角川いつかという名前でデビューさせていただいて、その後名字が取れ て, いつかという名前で約9年間、で国会 の, あの令和の元号に、一緒に伴いまして、柘植さんという名前で、柘植さんからお名前をいただいて、柘植いつかという名前で、まだほやほやですよね。5月1日から、はい、全然慣れてなくてですね。柘植ですってまだなかなか言えないですね。言えないし、言われてもわからないし反応もできないし。なるほど。いつかさんでございますけども、僕の中でね、このね、男の嘘の磨き方っていうめちゃくちゃいいタイトルや。大阪ですか。大阪です。あ、それはおかげさまでチンプイプイで20分ぐらい取り上げていただいて。本当です。プイプイはうちの師匠が作った番組でございますので、なんという引田哲夫という放送作家が作った、今ちょっと入院中ですけども、うちの師匠。いやね、非常に面白い番組で。あ、そうですか。これどういう内容なんですか。ちょっとあんまり言える範囲でいいんですけども、男の嘘の磨き方。成功する男は自分の心に嘘がつけるという本がありまして、それは成功する男はみんな非常であるが、ヒットした後に、まあ何でもっていう意味になっていいんですか、こんなこと言って。それ出たものなんですけど、それをまたリニューアルしたものなんですよね。で、タムゲンさんとか、リンゴさんとか、といろいろ皆さんに取り上げていじっていただいて、非常にやっぱりテレビの方が表現なさると、でより本が生きてくるというか、そのようにさせていただきましたけど、嘘をユニークにユーモアたっぷりで扱ったようなものですね。これやっぱこの、先ほども辛口の恋愛のね、そういったエッセイみたいなのをよく書かれてるということでございますけど、その先ほどオープニングの時に、ちゃちゃんに言いましたけど、その男性の見方として、こういうところ、さっきね、自慢話をしないってちゃちゃん言っておりましたけども、いつかさん的に見て男性をこういうふうに見た方がいいんだとかっていうのは自分の中であるんですか。見た方がいい、こういう男は大体ダメなやつだとか、すぐ分かるもんですか。騙されんぞこんなやつにっていう。10分15分ぐらいお話ししてると、行動学みたいなものではなんとなく分かります。なんとなく、もうあとはもう失敗を積み重ねた勘でしょうね。昭和の勘でしょうね。昭和の勘で昭和の女の勘でしょうね。成功する男がみんな非常であるっていうのはもうまさしく実体験から来てる。いや、これはそういうわけじゃなくて、コピーライターだった頃に、私20歳からコピーライターやらせていただいてて、結構経営者や成功者の方のインタビューをする機会があったんですね。それを、まとめて出なかった部分を、ちょっと女性が書いたということで、おかげさまで一番
ヒットした出たんですけれども、はい、いやコピーライターをやられてたからこんだけタイトルがキャッチーでなんか、うん、そうですね、あと弾いて見られるというか作家さん入り込むんですけど、はい、浮かんで見て弾いて、はいはいはい、これもちょっと全部見てみたい、うん、すごいですよ、うん、このタイトル、うんうん、別れた方がいい男、手放してはいけないいい男、あ、それでおかげさまでデビューしてそのまんまずっとジェットコースターが続いているという状態ですけど、だいぶ今の男女感というのはもう18年ぐらい経ってると変わりましたけど、はい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 、はい、やっぱ違いますか、その最初の、もう今割り勘なんでしょ、あ、デート、当時はあの彼氏がいなくても飯友は20人ぐらいいて、うんうんうん、はい、今の彼をどう続けるかということだったので、まず女性が割り勘で払うというシステムがなかった、うん、男性も会社側も交際費とかそういうものに余裕があった時代ですよね。デートのあり方も全く変わりませんが、今ですか、あ、すいません、お若いと思うの、いや僕36です、あ、見えませんね、あ、本当ですか、はい、ですけども僕らの時そうですね、まあもう社会人になったらやっぱちょっと男の人が払わなきゃいけないみたいな雰囲気ありますけど、どうですかね、僕はお笑い芸人なんでね、基本的には若い頃は逆に女性の人に出してもらってたぐらいですよ、見つがれる、あ、バンドマンと一緒です、ね、そうです、本当そうですよ、だからひもみたいな芸人ひも気質ありますからね、みんなですよね、はい、やっぱなんて、まあ、貧乏分かってて女性も来ますから、若いのにどうせあんた今夢しかないんでしょ、夢と口先だけでしょみたいな分かった上でやっぱ女性も来ますから、はい、いいですね、だからだとは思うんですけど、女性的にはどうなんですか、それは男性も変わったかもしれない、女性のあり方も変わったってことですか、今現在、私はちょうど新刊で今そういうテーマのものを書こうかと思って、はい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 、女性でしたっけ、女房の取説でしたっけ、妻の取説、はい、みたいな、今 AI の、うん、大脳生理学者の方の方が非常に売れていて、はい、うんうん、なんかそこまで平等とか割り勘とかになってくると、はい、いよいよ、はい、女性が男性を選ぶ時代になってくるんじゃないかと、うん、選ばれるよりも、なるほど、デリさんは選ばれる女性になりなさいと書かれて10万部以上ヒットされてますけど、うん、あの方の時代はね、あの方もおきれですけどね、70いくつですけど、どうですか、同じイーブンだったら選びたいとか普通に思われませんか、うん、思いますね、選びたいです、選ばれる、選ばれ、こうしてるよりも自分が、うんうん、こうやって思われますね、うんうんうん、思います、うんうん、そう、意識が変わってくるような感じがします、あ、うん、はい、確かにそうかもしれないですよね、今本当にだって平等平等っていう感じですもんね、だから本当に主婦をやってる男の人も結構やっぱ僕の周りも何かいますし増えてきましたから、うんうん、あ、男性で、男性、あ、主婦の負が、そう、夫の方の、もう増えてきたのでやっぱそうだなと思いますし、育休取るのも、うん、女性の方は働きに出て男性側は育休、会社が取りやすいから俺が取るよっつって取ってる人もいますし、うん、芸能界では郷ひろみさんからなったんですよね、バッチリ取るっていうことを言われて、もうだってそうですよ、鶴野さんなんてバンバン休みますもんね、あ、5人ぐらい、はい、全然長期で休みはります、しかもちゃんと帰ってきてちゃんと仕事があるっていうのもやっぱすごいですし、男性の方がマメですよね、あ、そうです、人によってはマメにちゃんと家事されたり、はいはいはい、きちっとされたりとか、あ、ホフさん、ホフさんっていうんですかね、はい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 、あ、そうかもしれない、細かいとこ男性結構細かかったりするじゃないですか、そうですね、めちゃめちゃ、うん、すげえこだわりがあるというか、うん、そういうところがいいのかもしれませんけど、うん、でもね、中にはね、僕その主婦の友達から聞いたんですけど、うん、育休を取った男性が会社当然休むじゃないですか、うん、育休と言って会社を休んで家でゴロゴロしてるやついっぱいいるらしいですよ全然育児しないで、で奥様に、奥さんにやってもらって、それでうまくはいく、いや、だから喧嘩するんですって、それあんたちゃんとやんなさいよ、うん、そのための育休でしょうかみたいな、だからちょっと育休の取り方ってもうちゃんと育児をしないと意味がないし、喧嘩の元になるんで気をつけないかんなと思うんですけど、うん、なるほどね、まあ、時代が変わってきているということですね、はい、なんかこういつもこういう本を書かれる時っていうのは、はい、どういった ところでこう発想が浮かぶんですか、なんか私は旅が好きなので旅行をしていたり、はい、あと普通に散歩をしていたり、はい、あと人とまあコミュニケーションインプットしている時に、はい、あとはもうトレンドですよね、ああ今流行ってる世の中でどういうことかっていうのを非常に、
ああもしかしたらこれみたいなことが、うん、自分よりも企画会議に上げてみてその編集者の方が面白いって言ったりという先者の目というのも大事なんで、私は漠然といろいろこれどうなのこれどうなのって出しますけれども、案外ね自分が思ってることがそうでもなかったり、プラスで出したものが面白かったりって言われたりっていうのであるので、この子いろいろそうなんですね。ちょっと今手元にいくつか本をこれね、ありますけども、最新刊と言いますと、はい、こちらですかね。これが最新、それと一番上の青い表紙のものが同時に1月に出ました。同時ですね、はいはい。成功する男は皆、非常である、まあ、新版と、うん、そして続成功する男は皆非常である。これはやっぱあれですね、成功する男はみんなから読んで続を読んだ方がいいですね。元がありまして、はい、それがまあ16万部ぐらいまで行きまして、はい、そこをまた新たにやりましょうということで出版社をちょっと移籍したんですよ。あ、なるほどなるほど。それでこれを、いやこれいいですよこの帯、うん、成功する男は孤独を武器にする、成功する男には夢は必要ない。夢ばっか持とうとするのにこっちは。ね、非情とは愛情の裏返しであり、成功者はその両面を持つことを恐れないということで、あ、その帯はですね、北海道でたくさん講演会に行った時に、はい、ホテルを経営してらっしゃる社長さんから聞いて、はい、非情ではないんだと、はい、一生懸命愛情をかけるけど、はい、それがもし裏切られた時に、はい、そのような形に出ると教えてくださったんですね。これなんか面白そうな感じ。でもそんな本ばかり書いてるわけじゃなくて、はいはい、その一番上にあるようなものとか、ね、柔らかいものも、はい、一流のサービスを受ける人になる方法、でもやっぱ帯面白いですね。圧倒的な客っぷりって書いてますね。なるほどね、お客さんの方でもやっぱりその一流のサービスを受ける人に納得かないとダメっていうことですもんね、これなんか全然違う感じでございます。ガラスの天井の開き方、それは女性問題を初めて扱わせていただいて、はい、ヒラリーさんが撮ると思ってたんですよ私は。はいはいはい、うん、その時に、あ、はい、なるほど、あんまり言えなかったですね、はい、あ、まあ、でも女性を取り巻くさまざまなリアルね、そういったものが書かれていると。そして僕のこれちょっと絶対読みたいな、男の嘘の磨き方、これはちょっと僕ちょっと読めると思います、はい。成功する人間は非情と裏切りを心得ているというね、なんか本当にためになるような、うんうん、そして読んでても楽しそうな感じの本ばかりでございますけども、うん、今後、まあ、今先ほど言いましたこの2冊が新刊でございますけども、まだ全然今から構想があったり、はい、連載していってっていうのが続々まで出てくる感じでございますかね。あ、そうですね、はい、先ほど申し上げたようなものが、はい、やろうという感じでございますので、よろしくお願いします、はい。ちょっと皆さん興味ある方、手に取っていただいて、これ多分、うん、ちょっと読んだら多分ずっと最後まで読める、そんな、と思いますので、お願いしたいと思いますけども、さあ、ちょっと面白い方なんでね、もっともっと話聞いて、うん、僕どうしたらいいですかねって人生相談を途中でしたくなるぐらいの今感じなんですけども、すげえオーラもあって、いやいや、ね、圧が強いですよね。そんなことはないですけど、ね、ちょっともっともっとお話聞きたいんですけど、ちょっと時間が来てしまったということでございますので、皆さんぜひぜひ、5月1日より柘植いつかさんというふうに名前が、柘植という名字がついておりますので、柘植いつかさんでちょっと検索していただきましてですね、本を、ゲットしていただきたいと思います。そろそろお時間でございます。本日ありがとうございました。ありがとうございました。いや面白い方でございましたね。いやなんかもっともっと話、なんか、お酒飲める人なんですかね、いつかさんね。飲めたらちょっとお酒を飲みながら喋ってたら、そう、もっともっと相談しちゃいそうですよね。相談しちゃいそう。そしてあなたここがダメなんですってはっきり言ってもらえそう、そうですね、はい。いやでもちょっと興味ある本がたくさんでございましたので、ちょっと読んでみたいと思います、はい、はい。さあ来週は一体どんな素敵なゲストの方が来てくれるのか楽しみにしたいと思います、はい。今週はこの辺でお別れです、さよなら、さよなら。